写真拡大。オリックスの山本由伸投手が12日自身のインスタグラムを更新。今季限りで戦力外となった宮崎勇気外野手と食事したことを報告した。2ショット写真を投稿し、感謝の思いも綴った山本は、宮崎との仲良しっぷりがわかる小さなエピソードも披露し、ファンからも続々と反応している。山本は笑顔の2ショット写真とともに、最初は宮崎さんなんか不衛生って思ってたけど熱い優しい方でしたと、親しい間柄であることを伺わせると、ハッシュタグでシャープ宮崎勇気、シャープ福良さんの話し方真似してホテルの内線で電話してくる人と、昨年までオリックスの一軍監督だった福良純一 GM のモノマネでのいたずらを暴露していた。2ショット写真を見たファンからは続々と感動の声が上がっただけでなく、宮崎さんとのエピソードほっこりしました。2つ目のハッシュタグ、地味につぼります笑い、宮崎さんのモノマネ秀逸ですよね、ハッシュタグ面白すぎて、お茶目な先輩がいなくなるのは寂しいですねと、ひわに喜ぶコメントも多くついた。もちろん宮崎との思い出はそれだけでなく、宮崎さんはバリバリの野手だけど、投球フォームのことをいろいろ教えてもらったり、相手バッターの抑え方やバッターの癖など、とにかくいろいろ教えてもらっていましたと、野球の話も綴っている。今季はリーグの最優秀防御率 1.95 をマークしたが、このように宮崎と過ごした時間が生きているのかもしれない。フルカウント編集。